トロント国際映画祭はカナダ最大の都市トロントで毎年9月に開催される国際映画制作者連盟公認の国際映画祭。1976年に創設されたノンコンペティションの映画祭である。チケット売り場1976年にザ・フェスティバル・オブ・フェスティバルスとして開催されたのが始まり。これは 世界中の映画祭で上映された優れた作品を集めて上映するというものであった。その後、多くの出資者やオーガナイザーの助力により、世界最大の映画市場である北米にとって欠かせない映画祭に成長した。例年300以上の作品が上映され、ベルリン国際映画祭、カンヌ国際映画祭に次ぐ規模の来場者数32万1000人を集める北米最大の映画祭である。 また、オスカーレースの始まりとなる重要な映画祭となっている。同じく、北米最大規模の映画祭である、モントリオール世界映画祭と開催時期がほぼ重なり、競合状態となっている。ただしモントリオールはフランス語圏であるため、フランス映画の出品が多く、ハリウッド映画の出品は少ない。ファミリー向け映画に関しては別枠が設けられており、毎年4月に、 スプロケッツ青少年トロント国際映画祭としてファミリー映画に特化したスペシャライズド映画祭を別途開催している。ノンコンペティションであるため観客賞が最高賞である。日本の作品では2003年に北野武監督、ザトウ氏が受賞している。2006年に授与された賞は以下の通り。ありがとうございます。